はい、どうもこんにちは、木村さんでございます。今日はですね、リクエストにありましたアカメカブトトカゲの紹介です。ちょっと何ヶ月目かっていうのはちょっと字幕の方で出しておきますので、今日はね、あれからケージの方どうなったか紹介していきたいと思います。今ですね、ちょっとまあポンプ入れて水の方は抜いております。というのもちょっとね、この奥の方でこの端っこですね、この辺りでですね、若干ちょっと水漏れが発生したので、その修理のためにちょっと今はね、水を抜いて、干ばつ状態にしております。ちょっとね、カブトトカゲさんたちにもね、今水ない状況なんですけれども、代用品で何とかしてもらっております。で、まあちょっとね、まあ様子を早速見ていこうと思うんですけれども、てかこれ芽出てきたな。まさかこんなところで芽出るとはな。ちょっと中にね、植物を入れてたんですけど、よいしょ、脱走のデュビアもいないね。 OK、 はい、おじゃんマンボウ、まあ、あのね、だいたい水の中います、この子たち。割とまあ今はね、ちょっと干ばつ中なんで、こんな感じでケージ内にいるんですけれども、ケージじゃないや、シェルターの中にいるんですけれども、水入ってる時はね、あらかた水の中にいますね。で、パネルヒーター1枚だけでも水温が上がるんで、割と熱帯用のヒーター入れなくても今は大丈夫な状況でございます。おい、この子もね、女の子なんだけど、割と、ここか、水の中にいますね。この前もポンプの裏でじーっとしておりました。で、ちょっとね、メダカあげようかなって思いますね。この子たち、メダカとか魚もね、なんか、後を追って食べるので、ちょっとまた後々その辺を用意していけたらなと思います。ほい。はい、こっちはクリッカーさんね。はい。ちょっとね、ライトの関係で眩しいんですけどね。こんな感じで。またね、2匹仲良くしております。餌はね、やっぱり食べるところは滅多に見ないんですけれども、時々出てきて、餌入れの方を漁ってるっていう感じはしますね。時々ね、本当に時々。なんかそんな感じはします。漁ってくれてる。アメさんもね、めったに動きは見ないんですけど、本当にね、シーンとしてね、ライトつけてて、もう静かにしてたら、だいたい人気がなくなって1時間くらいしたら、たまにね、シェルターから出てきて、ちょっと動いてるのは見るんですけど、で、まあ自分が近づくと、すぐにシェルターの中に逃げる感じですね。よいしょ。はいはい。飛び出す前にごめんね。よいしょ。これもちょっと一旦、こっちやって、でね、今回ね、この水漏れの原因、おそらくね、パネルヒーターがね、ここにあるんですけど、このパネルヒーターがだいたいこの辺まで来てるんですよ。この幅。で、おそらくね、熱膨張によるものかなって考えてます。そこまでね、さすがに自分も計算してなかったんでね、熱膨張のことまで。おそらくその熱膨張の影響で、若干歪みが出て、浮くところができて少しずつ水漏れしてるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ大量時ではなくてですね、本当に少し少量の水漏れなんで、すぐにね、ヒーターつけて乾かしたんですけど、まあこっちというよりかはね、奥の方ですね。よいしょ。土入れて動画出してたっけな。はい。よいしょ、下はね、こんな感じで。ごめんね。よし。こういう感じでパネルヒーターになってます。で、この下にもね、ちっちゃいパネルヒーター、ピタリ的か、1号か、一番小さいやつをね、多分、この辺に敷いてます。で、今上にね、ダントツ、こんな感じで入れてます。まあね、今回ね、このダントツの仕様なんですけれども、サーモスタットなしですね。ほら。まあ見てもらったらわかる通り、もう常に、熱が通ってる状態で、サーモスタットなしで、やっております。まあ、今回はね、こっちのね、完全に乾かす目的で、シーリングっていうか、あれか、バスボンドも、こんな感じで入れるために、あえてね、乾かす感じでやっております。はい。まあ、相変わらず元気ですよ。本当に変わりなくって感じですね。全く変わりがなさすぎて、どうしていいのやらっていう感じにはなってるんですけど、ちょっとね、たまにはこっちの土も掘り返そうか。で、土なんですけど、これね、なんか水漏れの原因で、水やらなくても、割とね、こんな感じで、ちょっとね、湿ったようにはなってます。
これ水漏れ原因ですね。ちょっとありがたいような水漏れではあるんですけど、まあちょっと改善していこうかなと思うんで、ちょっとね、まだね、この端っこの方が微妙に水漏れをしてるんで、今のところ改善中です。はい。ね、この子も餌食ってるんだけど、あんまりこれ以上でかくならない感じかな。おいで。はい。ね、人慣れは相変わらずですもんね。不慣れというか、なんというかなんですよ。なんか、これぐらいのサイズを本当に群れで飼いたいんですよね。ちゃんとテラリウムにして。よいしょ。あなたは、おっきいね。よし。まあ、こんな感じですね。赤目カブトトカゲ。まあ、本当に、ちょっと変わらずっていった感じですね。なんか、このコーデックスも芽が出てきましたね。枯れてたんですけど、去年かな？去年か一昨年買って、赤目カブトの中に入れてたんですけど、なんかいい感じにこれも芽出てきたんで、ちょっとまた育てるのが楽しみですね。はい。こんな感じで、現在はちょっと今修理中。なんかまあ、あまりにも水漏れがちょっとね、ひどくなってきたっていうか、湿度の管理が大変になってきて、最初はね、水漏れしてたけど、ちょうどいい乾き具合だったんですけど、だんだんね、やっぱり量がね、多くなるっていうか、蒸発する量と漏れてくる量で言うと、漏れてくる量の方がちょっと多くなってきたんで、現状ちょっともう修理っていう感じでね、2、3日前から、ここでやっております。うーい。で、餌はね、デュビアですね。この中にいます。はい。はい、ドン。苦手な人も多いかと思いますけど、デュビアと、ミルワームと、なんだっけ、あれ、コオロギですね。最近ね、ちょっとコオロギ買いに行けてないんで、コオロギの方はないんですけれども、まあちょっと今のところメインで、デュビアを与えております。こっちの方がね、ちょっと管理はしやすいっていうのはあるんですけど、またそのうちね、デュビアの動画も出そうかなと思いますので、ぜひね、その時は、ご期待ください。ちょっとした紹介をします。簡単ですから、デュビアの育て方って本当に。また、ちょっと動画出していきたいかなと思います。またね、ちょっと質問とかリクエストありましたら、動画のコメント欄の方でお伺いいたしますので、ご視聴の方ありがとうございました。そして最後に、ちゃんと元に戻してね。ちゃんと元に戻して。この子たちのね、日常の作業なんですけれども、基本的には、水替えが一番メインな作業ですね。それ以外の作業っていうのが特になくて、糞の掃除をするわけでもなく、ベニトカゲと一緒ですね。トイレ掃除はしなくても勝手に土で分解されるので、その辺の心配はいらないかなと思います。よいしょ。こういった穴を開けてと。で、コーデックスをここに置くと。OK。で、あとは穴を埋めて、この辺に、餌入れを置くと。基本はいつもこれです。置き餌です。たまにピンセットから食べてくれる時もあるんですけども、本当にシャイすぎるので、なかなかピンセットから食べるっていうことをしてくれません。今回あえてこの真ん中あたりに家を置きましょうかね。こっちが見えるように。これはちょっとわざとです。嫌がらせみたいな感じですけど、わざとこんな感じで置いてみます。さあ、ご視聴の方ありがとうございました。また質問リクエストありましたら動画コメント欄にお願いします。はい、あんたら、ごめんね。はい。ごめんなさい。はい。ちょっと今、噛みつこうとしたね。ぐわぐわって。あ、そう、赤目カブトトカゲはね、声帯があるんでね、鳴き声があります。トカゲでも。ぐわぐわと鳴きます。ちょっとした情報でした。はい。サムネ用の写真撮っとこう。はい。さあ、さようなら。